皆さんこんこにちは、えー、ヘルスコーチジャパン代表理事をしております最上子と申します今日はですねえー、っとね自分が言ったことがうまく相手に伝わらないだとかベストの方法を提案しているのに相手がそれを実行してくれないあるいはですね皆様方のクライアントさんが思ったような成果を出してくれないといったようなことでお困りではないかなと思って。 ここのととについいいて少しお話ししお話たいと思います実はですね私はこれまで10年間2000年からなので約10年ですね400人以上の方と個人コーチングを行い2008年から立ち上げた NPO 法人ヘルス・コーチ・ジャパンでは延べ人数1,200名の方々のトレーニングを実施してきました。 でそのの中ででですす。ね、一つ見えてきた傾向っていうのがあるんです実はセミナー講師コンサルタントさんコーチプロコーチですねあるいはね塾の先生だとか、まあ、教育者と言われる方々であと医療の従事者お医者様保健師さんとか看護師さんみたいなどちらかというと専門性が高くって、えー、ご自分のその専門を 相手の方に伝えるっていうようなお仕事をしている方々に共通して見られる傾向っていうのがあるんです。で、一つはですね、伝えることから先に始めてしまうというやつですね。あの皆さんね、やっぱりものすごく勉強なさっていて、でご自分のやっていることが相手の方にとても有効であるっていう確信と自信をお持ちなので、ついついですね、 伝えこんなんがあるよっていうのをこう相手に言いたくなっちゃうもちろんねそれは相手の人のことを思って言ってるんだけどおこれれをやっっちゃううと相手がが受け入れないいよねっていうのが起きますでもう一つはご自分がやりやすい方法だとかご自分が理解しやすい方法で相手に伝えようとするっていうこれもこれはですねほとんどの方が無意識でやってらっしゃいます。 人ってやっぱり自分がやりたい方法とか自分のやりやすい方法をつい使っちゃうんですね。だけどおそらくですねこの方々専門性の高い方々っていうのは、まあ、教育者の方は子どもを相手になさっている方もいらっしゃいますけれども教育もいろいろありますよね。えー、社会人人教教教育育育だだととか、か、大大学ののいいわゆるるが相手の教育をしている方々には、 この今見えてきた傾向の2つっていうのはどちらも NG なんです。で子どもと違ってですね大人っていうのはあなたが伝えてきたことを鵜呑みにはしません。ご自分のことを振り返ってみてみください。相手がですねいくらねこれいいよって言ったとしても「本当?」って少し疑いの気持ちが湧きませんかそして頭の中では、 ご自分の経験と一生懸命照らし合わせをするわせすす。るけでこれって本当かなって過去の俺の経験からするとこうなんだけどなっていうふうに頭の中で一生懸命照らし合わせをして受け入れられらでもう一つはねえ皆さんお忙しいので今のご自分の状態にぴったりとフィットした,したことしか聞く耳が開かないっていうことなんですね。 まあ、耳がが開いいいてななんだから、入がないですで。もう一つ、えー、ご自分の、まあ、相手の方ですよねのプライドを傷つけるような関わり方をもしあなたが無意識のうちにやっていたとしたらこれは、ね、クセなんですあの。人によってものすごくねプライドのツボっていうのは違うので、えー、ここを傷つけるような無,無意識のうちにやってしまうと もうそこで耳は閉じてしまって全く聞かなくなるっていうことが起こります。で、ここを理解しないままあなたの専門性を一生懸命相手に届けようとしてもうまくいかないっていう現実が起きるんですね。